キチャンネル。ちょっ、こんにちは。新人王は誰だ。はい、ね、うん、昨年は、はい、僕と袴田さんが新人王を予想して、はい、私山下俊平だって、ね、パリーグの、はい、山下投手当てました。そう、佐々木はね、セリーグは松田広島、うん、で森木吉野君で勝負して、はい、袴田さんは森下川野横川、うん、私なんかセパともに結構いい線いってますね。 そうだね、はい、あでパリーグが、うん、パリーグが袴田さんは山下俊平対矢沢大津、はい、俺が宇田川駒子曽谷、はい、っていうところで、ね、はい、勝負してきましたけども、はい、今回からは、先生も入って、はい、3人で勝負です。お3人までドラフト1位、2位、3位をこう選んでいく形ですね。で新人王を取った人は1点、はい、で特別賞を取った人は 0.5 点つきます、はい、でなかなか特別賞そんな毎年あるわけじゃないですよねでそれで、はい、ドラフトなんで、はい、佐々木チャンネル、特有のルール、かぶった人は取れません、もうこれなんですよ抽選とかじゃないか、本命取れない可能性あるってことじゃないですか。被ったら取れない、はい、まあ、かぶった人は殿堂入りですね。そう、かぶ、うん、でもそいつが取るかどうか分かんないからね、はい、でその人が取ったら、まあ、みんな見る目あったねってことになるんですよね、うん、だって去年も村上頌樹が新人王、はい、取るとは、まあ、予想できなかったじゃんね、予想してなかった、うん、はい、だから山下はね予想できたかも分かんないけども、はい、だからそういうのもあるからね、うん、だからそういったところでかぶ、ね、った人は取れません、はい、今日はセリーグ編です。セリーグ、はい、1位を誰行くかね、うんうん、もうこの人でしょうっていう人も決めてます、うん、もう最初から決めてました。私も決めてました。決めた、いいですよ、まあ、あとはもうあえて取らさないもあるからね。あ、そこをもう、うん、ね、消していこうっていう、うん、でどうせ俺の持ってるやつは言わへんやろって言って、うん、きっちり後から3人取るっていうまだまだね、袴田さん潰し発生するから。あ、なるほど、うん、セリーグで、ね、今日セリーグ、セリーグ、セリーグ、うん、じゃあいくよ、はい、ドラフト1いいですか、はい、いいですか、うん、せーの、西田渡来、渡来、渡来よ、はい、俺巨人の西田で、うわーし、うわそこ取れないの、そうだよ、仕方ない、それだから言ったじゃん。だから、うん、先生やめにして2人の対決で先生参考記録にしようよ。いやいや、もうでも先生いなかったら俺西田渡来言ってたからね、潰すために。あ、本当ですか、うん、でまだ潰せたらいいし、うん、取れたら別にそれでいいしみたいな、まあ、そっかそっか。でも俺はもう絶対ここで潰し合ってくれることをお願いして、はい、俺はもう西田で一本釣り、なるほど、ジャイアンツの一本釣りね、うん、はい、じゃあ先生と私もう一回やるってことか。そうそうそう、じゃあ西舘投手も私候補入ってたからそっか、もうあれでしょ。じゃあ、はい、じゃあいくよ、はい、せーの、佐々木、じゃあ私はジャイアンツの佐々木選手で、はい、うん、僕は DeNA の松本投手で、はい、ピッチャーですね、うん、はい、もうドラフトの時から僕名王大のサイズ取ってくれるんですけど、うん、いいんですよ。お、そうなんだ、いい、いいんですよ、うん、大チャンスです。変則で面白いと思いますよ、うん、チャンスある、チャンス、チャンスある、使ってくれそうなんでね、うんうんうん、佐々木さん、佐々木選手で、巨人の、はい、あ、もうなんかこう渡来選手もいいけど佐々木選手もやっぱり今のこのね活躍具合見ると結構試合も出るんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、打って打って新人を取る可能性はあるかなと、うん、はい、思います、うん、じゃあ2巡目、はい、2巡目、いいですか、はい、2巡目、はい、いくよ、はい、せーの、常広、常広、はい、私門別投手、お、僕伊豆口、あ、伊豆口ですね、おお、はい、まあ、出遅れるかも分かんないけど、うん、途中からでも10勝する可能性もあるから、そうですね、うん、ちょっとね今オープン戦も投げてないですからね、そう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 、うん、だからもうあの中盤からの逆襲に期待っていう、はい、うん、投げれたらもう素材はいいからね、まあ、そうですね、もう投げれるかどうかだけだけど、はい、私は門別投手、うん、いやもうあのキャンプでの注目度と、うん、もう岡田監督のニヤリを見たら、うん、まあ、もう今年やっぱ出てくるだろうな感はあって、うんうんうん、でもこれが先発なのかちょっとリリーフでっていうところもあるからどうなるか分かんないけど、もしリリーフでハマったとしても取る例は結構あるじゃないですか、うんうんうん、あの水上投手だったりとか、うんうんうん、まあ、そういうところで40ホールドぐらいしていただいて取ると思います、はい、左、うん、キリシキいるからね、はい、
40ホールドでいくよ。いや、わかんない。でもシーズン通してもずっと中なんですかね。いや、わかんない。ね、え、それがもし途中でだって、まずだって先発頭数いるからね。そうなんですよね。そもそも無理に投げさせなくても。いや、でもこう使っていくと思うんだよな、岡田さん、うん。だから俺は勝手な個人的な意見で言うと、リリーフだったら2軍で先発させておいた方がいいやんって思うタイプだね。無理に門別でリリーフじゃなくてもいるからね。桐敷もいるし、岩貞もいるしっていうところでは。もしかしたら及川とかね、あのあれはどうですか、5勝20ホールドとかだと新庄なんないか、あの先発で半分、まあ、あと相手が10勝とかしてたら危ないから。あ、そうですね。相手次第だよね。確かに。いや、でも取ってほしいな、うんうん、はい、先生は伊豆口、はい、うん、はい、僕はもう高松さんの後輩でもある伊豆口君をしたいと、うん、まあ、守備がね、うん、なんせ上手だっていうところで、うん、まあ、どこでも守れるんですけど、うん、もし門脇選手が調子が悪かったりとか、うん、2年目ということでいろいろ悩んだりしてってなった時にパンって入れると思うんですよ。で、あの守備を見たら使いたいってなってくると思うんですよね、うん、もし使われていくと打席も立てるし、うん、それなりに結果も残せるし、うん、新人王に出てくるんじゃないかなって、うん、はい、ちょっと思ってます、うん、はい。じゃあ3位目、3位、待って、ちょっと、まあ、じゃあここで行こうかな、はい、はい、いいですか、はい、せーの、岡田目、おー、かぶった、おー、俺の岡田目、あー、取れないんだ、岡田目、俺は2位岡田目、どうしようか迷ってて、はい、常広と、はい、でも白馬さんが常広先取るかもなと思って、うん、岡田目バレてへんやろ、はい、バレるとしたらこっちやなと思ってたけど、戦略上しくった切りましたね。いや、でもあの常広投手いってなかったら、うん、私3位で常広投手もいってたかもしれない、うんうん、いや、でも俺はどっちかというと岡留の方が取りたかった。あ、そうなんです。褒めればでしょ。あ、じゃあ間違えましたね、うん、バレたか、はい、私は田村選手で、うん、あ、広島ね、まあ、今年ブレイクで、まあ、ちょっとバッターで行くのもちょっと怖いなと思いましたけど、まあ、期待を込めて。これはちょっとピンチやな。これピンチですね。次誰行くか。これ取れると思ったから下調べしてなかったな。じゃあ岡留選手投手と渡来選手は殿堂入りですね。そうですね。よし、OK。私はいいよ。決まってます。いいですか。はい。せーの、マサ。おー。松田も知ってた。知ってた。おい、ちゃんと入ってますよ、そこ。だから俺イニング数大丈夫かなと思って調べて。全然大丈夫ですよ。おい、もっと調べなきゃいけないじゃん。よし、じゃあもうあれにするわ、俺。いいですか。あ、これは大丈夫です。せーの、石上。あ、石上くんね。あー、DNA の、はい、お、石って言ったから石上くん。石上くん、もうこんなこと僕は石原君、はい、ヤクルトの、はい、僕はもうずっと言ってます、うん、まあもね、ルーキーね、はい、キャンプはちょっと体調不良で行くんでしたけど、うんうん、ここから期待を込めて、うん、明治の左、うん、俺はもうあの地元枠で徳島だから、はい、うん、地元枠で頑張れっていうね、うん、チャンスあるからね。あるある。本幕もワンチャン1号、うん、あるあるある。石上打ちますしね、うん、走れるし、うん、今年結構注目されてる。ちょっと岡留増田は被ったのはちょっと想定外だったな。痛いですね。かなり痛いよ。いいからね、彼は。戦略ミスですね。完全に。だから、渡来、岡留、増田がかぶっちゃったね。うん、はい、3人かぶったので、まあまあ、一応この辺にね、こう載せといて。だから俺は西舘、常広、石上。はい。中村さんが佐々木、門別、田村。僕は松本、伊豆口、石原。はい。さあ、答え半年後だからね。はい。勝負だね。はい、皆さんもね、期待のだから3人ね、はい、3人まで、うん、はい、もしくは誰を支持するかね。そうですね。誰がいいと思うみたいな。お待ちしてます、はい。